自閉症スペクトラムの原因は複数の遺伝子の塩基配列の変化の組み合わせに何らかの環境要因が加わり、神経細胞のネットワーク形成に影響を及ぼしていると考えられていて、結果としてそれが自閉症スペクトラムとしての共通する行動の特徴として現れるようになると考えられています。発症に関わる遺伝子は極めて多数と考えられていて、500から1000またはそれ以上の遺伝子の関与が想定されています。様々な遺伝子の変化の組み合わせに何らかの環境要因が加わり、脳の発達に一定の影響を及ぼすことで自閉症スペクトラムとしての共通性を持つ特性が生じます。自閉症スペクトラムの人は視覚情報に強いと言われていますが、視覚が敏感すぎて最近多いタイプの交通信号機やレーザーポインターなどを見ていると目が痛くなるという人もいます。予測のつかない動きをするものに恐怖を感じやすい人もいます。動物自体が苦手なのではなく、その動きが予測できない、そのことが恐怖なのです。蝶やトンボは空を飛び、予測をつかない3次元の動きをするので、図体の大きな動物よりも怖いという人もいます。自閉症スペクトラムの人たちの持つこのような感覚の特異性が理解されないと、彼らは無理強いをさせられることが多くなります。自閉症スペクトラムの人の中には音に過敏に反応する人がいます。赤ちゃんの泣き声やトイレのジェットタオルの音などを嫌がり、耳を塞いだりします。爪でガラスをこすった時の音のように彼らは感じ取っているのかもしれません。無理に慣れさせようとするとかえって症状を強めることが多いので、回避するための具体的な方法を身につけておく必要があります。ある自閉症スペクトラムの人は、小さい頃からとても音に過敏で、それを克服しないといけないと自分で思い込んでいました。嫌な音が鳴り出すと彼は耳を塞ぎながらその音源にこわごわと近づいていき、これ以上は無理というところまで来ると大声を上げてパニックに陥るのです。様々な感覚過敏に共通することですが、これらは慣れや努力でどうこうなるようなものではありません。無理強いから生じる不快な記憶が長く心に残り、それに悩むことになりやすい人たちです。そのことを十分理解しておく必要があります。自閉症スペクトラムの人の中には触覚が過敏な人がいます。冬でも長袖の服を着たがらない子供がいたり、帽子や靴下をすぐ脱ぎたがる子供、下着の襟元のタグが首に当たるのが嫌で外すように要求する子供、少しでも服が濡れるとすぐに着替えたがる子供、触れる感触が強すぎて大好きな相手でも握手をさせない子供、気圧の重さが気になるというような人も中にはいます。ところが痛みにとても過敏に反応する子供がいる一方で、痛みを全く感じていないかのように振る舞う子供もいます。念のためレントゲンを撮ったら骨折していたということもあります。そこまでいかなくても治りかけた傷口のかさぶたをいつも剥がしてしまうので傷がなかなか治らないという人もいます。自閉症スペクトラムの人の中には味覚が過敏な人がいます。同じ店のカレーでもルーが曜日によって違うことを言い当てる子がいたり、逆に味覚が鈍感なのか、こんなに醤油をかけて大丈夫と思えるほど気前よく醤油をかける人もいます。味覚の問題以外にも口腔内の触覚過敏が関係している場合があります。味覚に加えて匂いに敏感なために食べられないという子もいます。また魚屋さんに入れなかったり、消毒臭で病院に入れなかったりします。体臭が気になって他人に近づけない人もいます。また暑さにとても弱い人もいます。夏場外気温が上がるとそれに引きずられるように体温も上がってしまう、汗をかくのが苦手な人も多いです。エアコンなどの配慮が必要となります。自閉症スペクトラムの人たちの持つこのような感覚の特異性が理解されないと、彼らは無理強いをさせられることが多くなります。自閉症スペクトラムの人の持つ感覚の特異性が理解されないと、彼らは無理強いをさせられることが多くなります。特に問題となりやすいのが運動会などの行事ごとの時です。運動会が夏の暑さの残る9月か10月に開催される場合、まずはその暑さ、そして聴覚過敏を刺激するピストルの音やマイクの音、放送の音楽、生徒たちの歓声など彼らの苦手な急な予定の変更も多くなり、この時期に不登校になる子は多くいます。ピストルに詰める火薬の量を半分にしたり、ピストルをやめて笛にしたり、ピストルから一番離れた位置から子供をスタートさせたり、耳栓の使用を許可したりするなど工夫を凝らす学校も最近は増えてきました。離れたテントや空き教室を使ってカームダウンエリアを確保してくれる学校もあります。それでもこの時期は多くの自閉症スペクトラムの子供たちにとって鬼門となりやすい時期であることを私たちは理解しておく必要があります。
自閉症の人の個々の理解の段階は様々ですが、自閉症の人は一般的に話し言葉よりも視覚的に提示されたものの方が情報として取り入れやすく認識もされやすいことが分かっています。また言語表出と理解のバランスが悪く、よく喋る割に理解が伴わない自閉症の人も多くいます。聴覚的な記憶は良いので、聞いたセリフをそれらしく再現できるのですが、抽象的な概念を理解したり文脈を理解したりすることが苦手なために、相手の意図を汲み取れず会話が成立しにくい特徴があります。例えば、ちょっと待っていてと言われた時にどれほど待つかは、それが運動会の徒競走のスタート場面であるのか、お母さんが家族をデパートの屋上に残してバーゲンに出かける場合なのかで相当異なります。ちょっとは状況によって1秒だったり2時間だったりする曖昧な概念と言えます。気をつけてまっすぐ帰ってねと言われて、まっすぐ行くと机にぶつかりますと言葉を字義通り解釈して真顔で答える自閉症の人もいます。自閉症の子供は対人関係を維持して調整することが難しく、他者と共感的に関わることが困難です。幼児期は他者とのやり取り遊びが乏しく、遊びが自己の興味関心に偏る傾向があります。他者と関わる場合にも一方的となったり、逆に受け身になりすぎるなど相互的な関係にはなりません。言葉かけに対する反応が乏しく、耳が聞こえていないのではと心配されることもあります。言語発達が遅れる場合、それは子どもの経験不足によるものではありません。自閉症では言語のみならず、非言語的コミュニケーションの発達の質的な異常も認められます。たとえ多くの語彙を持ち、流暢な会話ができていても、ただ情報の羅列であったり、他者がどのような反応をするかということには無頓着であったりします。順調に獲得した発話などの機能が、1歳代後半に消失する現象、折れ線現象が約2割の症例に見られます。自閉症という診断を受けていても、その状態像は一人一人異なります。ましてやアスペルガー症候群も含む自閉症スペクトラムの枠組みで考えると、多様性はますます広がります。しかしその一方で、自閉症に共通している心理的特徴も確かに存在します。見て理解する力はどうでしょうか？絵、写真やマーク、文字、数字を見せると理解できるでしょうか？実物でないと理解しにくいでしょうか？例えばトイレを示すのに、ジェスチャーで通じる場合もあれば、写真で示すとピンとくる人もいます。逆に写真だと、家のトイレと公共のトイレは見かけが違うため、同じトイレを一般的に意味することが理解されない場合もあります。絵で示すとシンプルになりますが、絵と実物が似ていない時には、それが同じものを表していることがわからないこともあります。トイレなどは公共の場でも目にするマークの方が一般的で分かりやすいこともあります。その人にとって何が分かりやすいのか、いろいろと試してみることが大切です。この動画が参考になれば高評価、チャンネル登録をお願いします。学びにつながればコメント欄にてアウトプットをしてください。アウトプットをすることで記憶の定着につながります。ではまた。